はい、ということで今回はいきなりね、真っ暗な映像から始まりましたが、平家物語のこれ大蛇じゃなくて大蛇というのが正確な読み方なんですが、その大蛇さんが住んでいるという洞窟ですね、そこの、神社に参りました。場所は大分県竹田市の穴守神社でございます。ということでね、まあ、熊本県と宮崎県との県境に近いと書いてますが、ここは大分県ですね。なので大分県と熊本県と宮崎県の県境に近いところにある、穴守神社でございます。でここね、本当にもう山奥と言っていいくらいのとこなんですが、そうは言ってもこの神社、実は先ほども書いてありましたが、平家物語に書いてある登場する神社でございまして、言うまでもなく式内社でございます。ということで私はね、Google マップで実は見つけて、行くことにした神社なんですが、本当にね、よっしゃ来てよかったって思えた、まあ、いっぱいそういう神社あるんですが、そのうちの一つでございます。ということで今回は、山奥のね、本当私が、なんかこうなんか自分で見つけたわけじゃないんですが、本当に行ってよかったなと思える皆さんに、本当にねちょっと自慢したくなるような神社さんでございます。ということでね、まあいろいろとこう右に行ったり左あったり、行ったり移して、ちょっとね見にくいかもしれませんが、ちょっと、我慢してお付き合いください。ということで、ちなみに小鳥がね鳴いてたりしますけど、これ全部ね後から入れた声とかそんなんじゃなくて、本当にね、この穴守神社さんで鳴いている、さえずっている小鳥たちの声でございます。ということで、この穴守神社さんですね、これ不思議な神社でございまして、後でね拝殿が映りますが、ご本殿がね、正直言ってまだ未だによく分かってないんですね、私自身もね。ここは私が行った時はね、ちょっとまあ時間的に割と遅くなりつつあった時間なんで人いらっしゃらなかったんですけど、見ていただいたら分かるんですけど、市でもね、しめ縄もねすごく綺麗です。全てが綺麗です。なのでおそらくしょっちゅうね人が来て、ちゃんとお世話といいますかね、綺麗にしていただいてる、そんな神社だと思います。見ての通りほらね、落ち葉とかもねあんまりないんですよ。ということで非常にね行ってみると分かりますが、すごく気持ちの良くなる、神社でございます。ということで、この神社のね言われ、最初にね申しますと、先ほど言いましたように平家物語に出てくる神社でございます。で平家物語で何で出てくるかというと、織田巻という章があるみたいなんですが、そこにね出てきます。それは何かというと、後で映りますが洞窟があるんですけどね、そこに昔大蛇、大蛇と書きますけど大蛇と読むらしいっていうことで、先ほど言いましたね、この大蛇、その前にですね、こういうふうに 手水来ました。手水来るとね、後ろに大きな岩があるんで、ついついね、いつでも岩倉だと思っちゃって、ついついそっちを、撮影してしまうという、そんなちょっと病気になっている私でございます。はい。ということで、神社に向かいますが、正面に見えてるのはね、拝殿です。あれもね、非常に綺麗です。で、ここにね、先ほど言いました、平家物語の織田巻の書、その話が書かれています。これはね、ちょっとね、話そうと思ったんですけど、今話せるかな。まあ、ここ簡単に言ってしまうとね、神と人とが、なんていうの、通婚して子供が生まれるっていうね、その子孫が、まあ、大賀これ元という子孫というか子供かが大賀のこれ元という、平安時代のね武将です。でその子孫には尾形さんとかねいます。まあ、いっぱいいるんですけど、佐伯とか臼杵とか尾形っていうね名字、すごく九州では神職になってる方すごく多いんですが、それもその方たちもこの子孫だと言われています。はい、ということで、穴守神社のね拝殿に来ました。綺麗なんです。これ見て分かる通り、これガラスなんですね。で向こう側がもう透けて見えると思います。ということはどういうことかというと、ここ拝殿で実際にねご神職の方がここで、神事を執り行うんですが、本殿がね後で映りますけど、これなのかなっていうものが後で映ります。それが本殿なのかちょっとね謎めいてます。ということで参拝時間ね、あと何分か経った後、あと結構ね8分9分後なんですけど、たっぷり撮ってますんで、それまでね、お待ちください。それまでがね非常にねここ魅力あるとこなので、もうあと1分ちょっとかな、1分半ぐらいで先ほどから言ってます洞窟に行きます。で洞窟のシーンはね、1分半後に撮ってるものは、撮影機材で撮って、撮影カメラですね、
で、その後ね、参拝した後にもね、写真数枚と、スマホで撮った動画があります。スマホの方がね、ちょっと暗いところ強かったんで、そっちでね、見てもらえばと思います。面白いものも映ってますんでね。はい、ということで、今のね、拝殿、あと、また後でこちら戻ってきます。拝殿ね、ほんと綺麗なんですよ。で、拝殿から階段を降りていきます。右手にね、まあ、しめ縄が、鳥居が奥にあって、右側にも木があって、その間にしめ縄ありますよね。この下に入っていくと洞窟でございます。はい、最初にね、撮影機材、カメラで撮った動画があります。で、参拝が終わった後に写真と動画があります。で、ちょっとね、写ってるものが違うんでね、両方見ていただければと思います。ということでね、ほらね、市でもすごく綺麗なんですね。で、ここね、昔はね、池でね、水が溜まってたそうです。それを、中川の殿様がね、水を抜いたそうですね。まあ、それでちょっとね、えらい目にもあったみたいなんですが、本当にね、江戸時代を通して、この辺りの住民も、この大蛇の神様のことをよく信じていたようです。ということでね、大蛇の神様って言ったのも、また後でね、ちょっと説明いたします。で、ここが洞窟で、実際ね、私もこの時カメラとかしか持ってってなくて、ライトを持ってってなかったんで、ずっとね、奥までは行けてないんですよ。これちなみに奥の方から撮影してます。はい、そうそう、近々。今これ、ね、編集してるのが12月に入ったところなんですが、ね、1ヶ月以内にまた安田森神社さんにも行く予定でございます。その時にはライトを持っていきます。ということですね。はい、これ見てください。はい、神事に使われていたと思われる瓦剣、見つけちゃいました。私ね、こういうの見つけるの大得意なんです。むっちゃ見つけます。で、左側に今映ったのがね、出雲大社で私がいただいた瓦剣でございます。これね、結構ね、後でね、写真撮ってます。今、カメラで暗いんですけど、結構ね、明るく写真で撮れてますんでね、それを楽しみに待っていただければと思います。これも10メートル以上入ってきてるんですけどね。うん。これ後の、後の写真だともっとね、左の奥にある大切なものね、もし、今子供が欲しいなと思っている方にとってはね、行ってみようって思うようなものもね、この階段の左側ですね、映ってないんですけど、後で写真で写りますんでね、楽しみに待っておいてください。ということで、洞窟から上がってまいりました。次回行った時はね、洞窟のもっと奥行きますからね。で、ここなんです。鳥居のね、右側に祠があると思います。これがね、もしかしたらご本殿なのかなという気がしています。はい。というのが今、これが拝殿ですね。はい。こういう形でね、階段20段以上ですかね、下ってきたところにあります。拝殿をまっすぐこの階段を下ってきて、そうすると、この鳥居があるわけです。で、この鳥居の、ね、まっすぐ正面に先ほどの祠、ちょっと今消えちゃいました。ここで映った。この祠があるわけです。でね、ここ結構高いところにありますんでね、手が足り、たうようなところではないんです、基本的には。なので、脚立かなんかないとね、この上にはね、たわないんですけど、ほら、見ての通りですね、下から一生懸命こう、撮影しようと思ってもこんな感じです。ここがね、そうかと思います。というのがね、実は大蛇の骨と言われているものが、西暦の1703年だったと思いますが、この洞窟の奥で見つかってるんですね。そしてそれを、ご神体としてね、祭りしてるはずです。それがあそこなのかなという気がしますね。うん。これ実際はね、池の水を抜いてっていうね、ちょっとね、お殿様もちょっと悪いことしちゃいましてね。で、ですと言いながらね、まあそれを反省してか、中川の岡藩のね、直願書、祈願書か、にもなってるんですね。なので、ここもね、藩からすると、すごく大切な、神社として、扱っていたという神社になります。はい。何しろね、平家物語の書にね、登場するぐらいですからね。先ほど言いました、尾形の惟吉っていうのが出てきて、これは源平の合戦の時にも非常に活躍した武将ですけどね、それを恐ろしき者の末裔と言って、それは、大蛇さんとお姫様の間に生まれた大賀惟元の子孫ということです。はい。ということでね、階段を上がってきました。でね、これがね、ガラス張りで綺麗なんですよ。ただ気をつけないといけないのはね、変なのが映るんですよ。変なのって私のことですけどね。私が映っちゃったら、ちょっとせっかくの映像がね、乱れてしまうので、映さないようにってちょっと気を使ってね、ここ、反射しないところで回転したということでございます。はい。というのがね、皆さんにやっぱここからのね、もう一度下の景色も、まあ、拝殿プラスで見ていただきたかったんでね、
はい、ということでちょっとねこういう撮影時のちょっとした苦労話でございます。はい、ということで拝殿ね、こういう建物、あの能の舞台とかねそういうのも大好きです。柱だけで壁がない建物ね、私それも大好きでございます。ということで今ね拝殿を、離れてちょっと行きますが、また後で帰ってきます。3分4分ぐらいかな、後に帰ってきます。で一旦とりあえずですね、あのこちらの、穴守神社さんを離れましてね、こちらに淡島社というのと育目社だったかな、これ宮崎にあるね神社のようです。まあ、こちらはあくまでもね勘定をしてもらったところです。淡島神社さんはねいろいろなところにある有名な、女性のための神社って言っていいと思いますね。はい、はい、ということでね、今これ左側にあるのが拝殿なんですが、その右側にね大きな石もあって、その間にこういう階段があるんです。階段があって今あるのは、はい、ということで夫婦杉なんですね。だから階段があるってことは昔この上にね、何らかの建物神社があったのかもしれませんね。今はこういう風に夫婦杉、立派な杉ですね、これだけがあります。そしてこの奥に行くとまたね大きな石があるもんですからね、私が先ほど言ったようにね、あの岩からに取り憑かれてる病なんでついつい映しちゃうんですけど、はい、ここにはね、はい、七福神様がいらっしゃいます。一番左、よく分かりにくいかもしれませんが恵比寿様でね、次が大黒天様でございまして、可愛すぎる毘沙門天というね、はい、ということで、あとは弁財天さんに布袋さんに、よく覚えてないんだよなこれね、福禄寿っていうのかな、あと寿老人ですね、みんなねちょっと可愛すぎるんですね。ということで、私やっぱりね、あの女性をというわけではなく、上にね、はい、ちっちゃい弁財、あごめんなさい、至福神さんいらっしゃったんで撮りました。そして、淡島社とね、育目社の方に向かっていきます。ただね、山、これ本当に山深いところなんです。ここちなみにこの山っていうのはね、この山で間違いないと思うんですが、ここがね祖母山という山で、九州でもね有数の山、宮崎では一番高い山、ここは大分なんですけど、大分と宮崎とでまたいでるので、宮崎では一番高い山っていうふうに書いてあったかと思います。1756メートルということですね。はい、ということで先ほどから言ってた淡島社と、育目社かな、こちらはね見ての通りの石祠でございます。ただ市ではね見ての通りピカピカの新品なんですね。なんでもしかしたら私が行く直前に変えたのかなっていうぐらい綺麗な状態でした。で、こう言ってね今戻っております。七福神さんたちを移しますが、先ほど言ったね、大賀のこれもとは、大蛇ですね、大蛇とお姫様花のおもと姫っていうね姫との間に生まれた子供と言われています。これはね夜な夜なねこの姫様のところにねいい男がね通ってきてたらしいです。そしたらね気がつきゃ子供ができてたと。これまさにね大宮神社さんのね大物主の神、その話と一緒ですよね。はい、まさにその話と一緒でございます。ということで、今からね参拝時間にもう少しになりますので言いますと、御祭神はあくまでも大蛇の御霊でございます。大蛇の御霊で廃止神、一緒にね祀られている神様としては宇賀や吹会津の御事、すなわち、神武天皇のお父様ですね。あと彦一世の御事、まあ、あるいは一世の御事と言われる神武天皇のお兄様、こちらも廃止神として祀られております。はい、あとはね大山積の御事とか菅原の道在公とかね、あるいは市来島姫の御事とかイザナギの御事、そして大名持ち、すなわち大国主の御事も合祀、神として祀られております。ということで大蛇の、御霊、宇賀や吹会津の御事、五つ瀬の御事、まさ、参拝していただければと思います。100秒カウントダウンです。
はい、ということで、十分ね、参拝できましたでしょうか。実はね、参拝一生懸命されている時に私必ずねずっと文字を入れてます。ということで写真が来ました。これね、洞窟の奥の方の写真でございますね。よくわかりにくいと思いますが、そう、そしてね、降りてすぐのところに小佐漬石というのがあります。若干暗いんですけど見えると思います。ここにねある石、これを持って帰るとね子供ができると言われてます。そしてこれね、瓦家でございます。はい、瓦家、写真撮った方が綺麗でしょ、ということで瓦家も載せておりました。そして最後ね、スマホで撮った動画です。今下に映ってる白いやつ、分かりましたかね。あそこね、卵の殻があったんですよ。なぜかこの洞窟の中に、奥に卵の殻が落ちていました。それを見つけたんですけど、なぜかほんのちょっとしか映してないというね、自分の行動がよくわかりません。はい、なぜはっきり映さないって感じなんですけど、はい、ということで、階段登ってね、穴守神社さん、ね、しっかりと参拝できたでしょうか。階段登って、そろそろ帰りたいと思います。といってもね、私結構いたんですけどね、本当にね、はい、だからこそまたね、この冬もまた行こうというふうに決めているわけでございます。ということで、奥に見えた鳥居がありますね。あそこが入り口の鳥居になります。いやー、穴守神社さんいいところですよ、本当にいいところ。まあ静かですけどね、まあ、小鳥がねいっぱい鳴いてくれるんで、それだけがね本当に、唯一する音はそんな感じです。はい、ということでね、今写真写してるのはこれ穴守神社さんの参道というところでね、右側の黄色い看板にね、カモシカの撮っちゃいけないよって書いてあったんです。はい、びっくりしましたけどね、カモシカ、日本カモシカね、といえば私は岐阜県で2回見てます。もちろん野生のね、日本カモシカ、2回見たのが両方岐阜っていうね、だから岐阜は本当日本カモシカすごい多いらしいですけど、うん、次回穴守神社に行ったらね、ちょっとね、カモシカさんにも会いたいなという、そんな希望も持っております。ということで、穴守神社さんね、非常にいいところでございました。もう一回ね、行って、まあ、毎年ね、これからはね行きたいなと思っている神社の一つです。はい、ということで、この辺りね、この周辺にはまたね、大きくはないですけど、いい神社が4つも5つもありますんでね、ぜひとも行っていただければと思います。はい、ということでね、この、穴守神社さんの次ですね、こちら次の動画では、秋の紅葉のね広島の神社さんになりますが、その後からね7連続で金運のね最高の神社をもう怒涛のごとくアップしますんで、ぜひとも楽しんでいただければと思います。ということで、次回またお会いいたしましょう。